はい、どうも皆さんこんにちは、三賢者の新平です。ことざまやっていきたいと思うんですけども、ちょっとね、喋ることがたくさんある。まず大型アップデートが来ましたね。相当なアップデート、いろんなキャラが、情報修正されました。あとはスタンプがね増えたりとか、あとは、はい、お守り、ことの森神社ですね、が追加されたりとか、光の冒険だったりとか、あとは、まあ、その他もろもろ結構変わっていると思います。ちょっともうね追い切れないぐらいです。はい、で今日は何をするかというと、はい、これ召喚ですね。さあ、新たなドラゴンたちが、追加されました。カドモスペル、ウリドライト、ジャボーク、ゴラワード、ヨルムンガリードですね。さあさあさあ、これ全員ドラゴンスケール持ち、自身への全体、全状態以上 50% の確率で防ぐ、 HP が 30% 以下の時にアタックが 150%、 そしてステータスとバケモンの地味で強いと。でね、何が強いってこの4文字なんだよね、全部ね、文字指定なしの4文字、これがまずバケモンで、ウリドライトに関しては水で非常に少ない、お医者さん、ウーロンだっけ、うん、とか、あとね、ジャバオトークに関しても死非常に少ない、シュンシーとかねくらいしかまともに使えるやつがいない。でゴラワーと光のも少ないですね。はい、そしてヨルムンガリード、このヨ、これね何が強いかっていうと、あの世の指定なしでの クソ技っていうのが強い、うん、はい。で、まあ、カドモスペルはちょっと一番使いにくいかなと思います。さあ、そして要はこっちですよ。今回は八つ橋マリス、ハッカワウソ、リンゴアメジロ、きなこモチータ、笹団子アラ、こっちです。もう今回の目玉は、確かにドラゴンも目玉なんですけど、正直こっちですね。なんでかというと、今獣推しが相当来てて、まあね、今も開催中の、ことだまじゃなくて、獣フレンズの、キャラクターたち来てますね。獣フレンズの、リーダーが、獣単で組んだ時に150アップとかアタックね、で回復が、アルパカさんだけだったんですよ。それが、アルパカさんに次いで5体も来たと。でね、僕ね、今回無料分引いた時に笹団子アラが当たってしまったので、あと、まあ、きなこもチーターからまずはちょっとね、リンゴアメジロあたりも欲しいんですよね、キャラ的に。あとは文字的に。八つ橋マリスとハッカワウソに関しては、ちょい使いにくさもある。で、まあ、ステータスがね、ちょっと低めに設定されていて、まあまあまあ、180、あ、でも180乗ってんのか。じゃあ、普通にも。としては使えるんだね。まあとりあえず10連引きましょう。ま、これマジやばくね、いきなり。ですね、ドラゴンに関しては 0.06% なんですよ。100回引いて 6%、やばくない？これはわからないです。他の星56の可能性もあります。ただ期待したい。よし、怖い。
いや久々に暁見た。激アツ期待しちゃうこれは。え、めっちゃ出た、めっちゃ出た、めっちゃ出た。はいはい、違うということでね。はい、ありがとうございます。え、今ロード入ったでしょ。なんで、なんでロード入った。月が綺麗ですね。持ってるぞ俺。これは来たんじゃない。来た、マジマジか。ウリドライト来ちゃった。文字の力をなくしちゃったんだ。いやマジか。これまた月が綺麗ですねとか言わないの。あ、ツルロックね。そしてあのお目当ての、いや、お、引いちゃうか。はい、ウリトライト引けましたね。正直今の光の冒険に使うのであればヨルムンガリードが良かったけど、ただ僕星狙うとしたらウリドライトかヨルムンガリードだったんですよ。いや、これは嬉しい。ただ獣が来ない。じゃあもう一回引きましょう。獣をね狙って、はい、まあ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 、こっちの方がいいんですよ。むしろ獣をね狙ってますから。さあこい、さあこい、キキキリハハハ。さあリンゴアメジロは手に入った。いや正直ね、リンゴアメジロが一番可愛いと思う。八角ね、八角はそう。一応あれなんですね、関連性はあるんですね。ドラゴンとどうしましょうかね。もう30連いきましょうか。30連、できれば。お、今ロード入ったな。お、お、はい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 。きなこもチーターは欲しいんだよね。引いときたいんですよね。キーこい、いや、あ、キーいたな。も？も？いや、八つ始まりせー。はい、もはあれかな。さあ、はい、ありがとう。水の、はい、もの星座ですね。お、これでもしや全コンプ八橋丸さん当たった。さあ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 、ちょっと見てみましょう。獣、獣の今は星4、はい、八橋丸さん発覚。うわ、嘘。リンゴアメジロ、キナコモチータ、ササダンゴール。あ、全コンプっすね、一応。やった。これでもう、追わないです。ドラゴンは正直。一体手に入れることもできたので。で、もし追うとしても僕はこっちをちょっと引きたいっす。僕あんまり闇が潤ってないので、はい、鶴一声とかもちょっと狙いたいっていうのと、はい、皆様、こちらを見てください。追加されることもたまに、ヨルムンガリード。今後、おそらくドラゴンたちは、色源として配置されるかなと思うんですけど、この確率ね、ここですね、毒竜ヨルムンガリード 0.3% なんですよ。だから、ヨルムンガリードを狙うのであれば、こちら確率 0.06% なんですね。
あのこっちで暗黒の宴で夜漫画リードを狙った方が出ます。で、闇が潤ってない人に関しては鶴人声だったりオーロラだったりとか、あの水着慕ってる姫とかねを狙ういい機会にもなるかなとは思いますよ。はい。で、僕的になんですけど、はい、ウコノミタマ、こいつもね正直アップデートで文字指定の4文字じゃなくなったんですよ。何でもよくなった、4文字であれば。これが、トルマリンと非常に相性がいいので、ウコノミタマ持っておきたい。そして持ってたとしても祝福で強化したいので結構数持っておきたいんですよね。なので正直引く価値はあると思う。で、一体は絶対持ってるはずなので祝福でちょっと強化したいっていう部分。やっぱり火力面ではやっぱ劣るので祝福の強化をしたいかなとは思いますね。で、オーロラに関してはすごく今の光の冒険のね、ゴシェナイトで使えるので、ぜひ一体は取っておきたいかなっていうところなので、まあ、慕ってる姫に関しては正直なくてもいいかなと思います。はい。またね、ゴシェナイトに関しては、動画出そうと思います。はい。とりあえずじゃあ、獣はね、当たったので、しかもね、全種類揃えることができたので、本当は、祝福揚げも狙っていきたいけど、まあまあまあ今回は。お、待って、ウルトライト進化できんの？ああ、大陸上級をクリアする必要があるんですね。僕は運よく満腹にしている2体が素材になったので。良かったかなと思いますね。はい。すいませんね。さあ、ウリットライトが、レベルマックス。これは、あ、もう超高もしちゃいましょう。さあ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 、これはでかい。しかもね、この文字数に応じて威力が上がるので、あの5文字とかはすごく組みやすいんですよね。小とか九とか、まあ、例えばね、このキユウとユウエンドラゴンと組んで九とか中とかすごく組みやすい。あ、乱調感が満腹じゃなくなってしまった。まあそんなことでね、はい、組みやすいので、まあハイヤシンス主体のリーダーにはあんまり入れないかなと思うんですけど、はい、まあ今までウがね、あの下のこのウェイとウキウキしかいなかったところからすると、すごく強いかなと思います。ぜひね、皆様もあの回復娘を取る、回復獣の回復5体を取るっていうだけでも引く価値があると思うので、10連でどれか1体は持っといた方がいいかなと思います。これから先ね、獣ターン結構強くなっていくとは思うので、あのテンスコのね、テンパティとスコールの情報修正もありましたし、強くなっていくかなとは思うので、ぜひぜひ見ておいてください。ではではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。